BB-8, you're wasting your time. はい、こんにちは。まいチャンネル前原です。はい、今日はこちらです。ズワーッと。はい、2分の1スケールの BB-8 のプラモデルですね。はい、これ、すごい箱からしてでかいですよね。ものすごい分厚いしね。じゃあ早速開けていきましょう。せーの、ズワッズワッ。なんかこんだけパーツ入ってますね。ちょっと思った以上に細かいですね。いや、頑張って作っていきたいと思います。はい、ということで完成しました。こちらが2分の1スケールの BB-8 ですね。すごいね、すごい素晴らしいですね。このクオリティいい感じですね。全体この風な感じになってて、完全に球体になってますね。一応ですね、この透明の台座があって、ここの上にこう乗っける形になってます。突起があるんですけど、これ突起がないパーツに変えることもできますね。 BB-8 の頭も、ここ固定です。ここに差し込んであるだけですね。頭部を動かすことはできますね。いいでしょう、すごいよね。で、今回ね、面白いなと思ったのは、この目の部分、カメラっていうのかな、この部分に LR41 っていうですね、ボタン電池、これは2つ入ってるんですけども、スイッチオンにしてここにはめると、はい、こんな感じで、見えないかな、こんな感じで赤く光らせることができますね。一応他にもですね、これ別売りの LED ライトとかをここに設置すれば、この辺を光らせることもできるらしいです。で、この部分なんですけど、こうポケットみたいなのあって、開けるとですね、中から、はい、これルークのマップ出てくるんですね。一部だけどね、こういうのが一応入ってます。それとこの部分も開けられるようになって、何か出てくるってわけじゃないんですけど、この部分は別途差し込みます。まずこれがバーナーアーム、あ、いいね。で、次がザッパーアーム、これ電撃ですね。ブーってね、ブーってやつ。それと最後にユーティリティアームっていうのがありますね。これ一応こんな感じで伸ばして、こういう風になんか作業できるっていうアームですね。結局ね、2時間ぐらいかかりましたがね、作るのにね、大変だった。結構大変でした。でもクオリティすごい高いよね。もうどうせだったらウェザリングしたいかなっていう感じはしますけど、まあとりあえず今回は綺麗な状態で出してみました。で、ちょっとね、ここに以前ですね、いただいた R2-D2 のゴミ箱あるんですけど、多分ね、スケール的に一緒だと思うんで、ちょっと隣に置いてみましょうか。あ、こんな感じだよね。スケール的に合ってるよね、多分。これドンドンドンってね。BB-8, you're wasting your time. It is very doubtful that R2 would have the rest of the map in his backup data. I am afraid not. R2-D2 has been low power mode ever since Master Luke went away. Sadly, he may never be his old self again. Oh, thank the maker! He is garbage can now! And BB-8, you are plastic model now. Wow, that's funny. Oh, I am human now. Golden human now. はい、ということで今回はスター・ウォーズのプラモデル2分の1スケールの BB-8 でした。ということで、今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。